シュート打ち切れません。安岡切り込む。安岡切り込む、決める。素晴らしいドライブです、はい、ですよね、長谷川ファウルになってますけど、ここリバウンド、速い、走っている秋田、安岡。このシーンもそうでしたが、高橋さん、秋田としては持ち味、走る展開に持ち込めていますでしょうか。そうですね、イージーな減らすことによって、はい、僕、おそらく10点ぐらい狙っていた、安岡のスティール。安岡レイアップ、こういうのはいいですよね、うん、はい、まあ、ちょっとこういう時間ですが、草間手選手にですね、ボール渡して、ちょっと1対1の能力とかちょっと見てみたいですけどね、はい、安岡のスリー、安岡のスリーが決まって、オフィシャルタイムアウト。アキチェンバース、アキチェンバース、いいですね、うまい、はい、あったボールを奪いました、安岡、持っていった。シュパジェッツに在籍した田口です。安岡決めた、よく入れましたね。奪った秋田、呼んでいました。動き席の2人は今コートいません。秋田、安岡、いいアタックですね。かわします、外、安岡また切り込んでいく、バスケットカウント。このシーンです。ちょっと強引かなと思ったんですけど、最後までディフェンスしましたね。一つ止めたところから今度は連続ポイントに行きたいのが秋田ですが、東京はここは絶対止めたいですね。そうですね、安岡のスリーポイント。これで3点差まで新潟が詰めています。このフィニッシュは安岡でした。長谷川、安岡、第4クォーター、秋田は多田がコートに立っています。安岡、ここもペイントエリアにアタックをしていきました。かわして長谷川、デイビス3、おっと、ここで安岡。東京はあのボールを取りたいですよね。はい、グリーンが今拾っています。この東京のディフェンスリバウンドのところでした。秋田が今リバウンドを拾って、もう一度スリーポイント、今度は決める。安岡、秋田の攻撃です。早めのシュート、これを決める。安岡連続得点。この古川選手のリバウンドから始まってるんですよね、安岡選手の得点が、はい、あの部分、東京はあのペイントアタックが増えてきましたね、はい、今のテラ選手のシュートもそうでしたね、はい、高橋さんが前半から言っていた、あっと、この位置でのスリーポイント、安岡3本目。秋田乗っている。安岡すぐに返す、4本目。点差は縮まっています。第2クォーター、開ける。ああ、安岡選手いいですね、はい、安岡どうするか、なんですか、ね、安岡のツリー、安岡オープンや、2本連続。さあ、ここで完全に流れ掌握するか、秋田、安岡です。アイバーソン送って、バウンズ、アイバーソンダンク。古川に比江島スコットスイッチした、7秒、トップの位置空いた、中井も打てない、安岡が打ってきた。いいシュートだ、これ中山選手もいいパスでしたね。アイバーソンのハイピックを使う、5秒4秒です。安岡どうする？どうする？1秒打ってきた。おお、バンクできた。いや、よく沈めてきたな。これですね、先ほどの安岡選手のバンク3。田口がもらいに来て6秒です。安岡が遠いところから打ってきました。このスリーがあります、安岡龍斗。